になるとですね、まあ、これは広域連合も進むし、僕は道州制を進めていかなきゃいけないと思っていますので、道州制のワンステップになると、まあ、この事業仕分けが全てを決めると思いますね。今までは都道府県で受けるもので、都道府県で受けれないものは全て国っていうふうになってたんですけどもね、この中間の部分が都道府県をまたがる事務について受け皿がくっきりしてくれば、国の姿が大きく変わってくるんじゃないのかなと期待はしてます。冒頭なんか多少こう、まあ、考え方が相違という部分でしょうかねというのもあったのも感じられたんですけど、そのあたりというのは進展としてはどうなんでしょうか。いいんじゃないですか、ああいう方が、あのつまらないペーパー読み上げの会議でもね、皆さんもせっかくたくさんいらっしゃってますから、あれぐらいないと、あとはこの後の、まあ、選挙知事会とあと小田さんとの面会というのもありますけれども、そのあたりのことに関しても、まあ、どのような意図があるというか知事としての仕事ですからね、淡々と、はい、もう小沢幹事長にはご挨拶と、ものすごいもう大阪の超ローカルのものすごいちっちゃい陳情をしに行きます、はい、何でしょうか、それはその時に、はい、はい、すいません、戦略、はいはい、会議の中で、テーマ問題についてはこれは今日言及されるしますといったような、国内で、あ、ごめんなさい、あの本州で、受け入れるというような表明をすべきだと、そのもし政府から要請があれば、そういう検討を、ね、始めるということを表明すべきだということは強く主張します。これはもう本州、まあ、北海道も四国も九州も含めてですけどもね、これはもう義務です、責任ですから、今知事会や市町村長会に、ね、国に対して対等の関係ということをしきりに言ってるわけですよ。で、対等の関係っていうのは責任を対等に負わなきゃいけないんで、今までの地方は要望ばっかり、権限をよこせ金をよこせばっかりだったんですが、責任も自ら負っていくよっていうことを言って初めて対等な関係になれるんで、地域主権地方分権というのは責任を伴うものだと思ってますから、この普天間問題についてはどう進めるかとか、そういうのはこれは政府が考えることなので、安保政策についてはもうそんな一回の自治体の長がああだこうだ言うべきではないですけども、政府から話があればきちんとそれは議論に乗っかると、初めから拒否するっていうんじゃなくて議論をしますよ、受け入れを前提に話をしますよってことを知事会として表明すべきだということは強く訴えますが、ほぼ却下されるでしょうね、僕の今のポジションからすると。でもそれは強く粘って言っていきたいと思いますけど、それをやらないと知事会の意味ないですよ、それぐらいね、責任を負わないと、ね、この件に関してはだいぶ風当たりも強いところがあるようですが、その件についてはどうですか。誰から風当たりですか、ね、いろいろ他の小さな、ああ、それはいや、この件だけじゃなくていろんなことで風当たり強いですから、うね、もういつものことなんで、そうです、はい、はい、国民新党のですね、はい、下地議員がですね、はい、昨日お会いして取材したんですけれども、それによりますとですね、先週末渡米した際、アメリカの政府高官と会った時にですね、関空の話を直接したところですね、もしアメリカ側が関空という話が政府から出れば、日本政府から出ればですね、アメリカ側として OK すると、それと南京弁当社というアメリカの耳にですね、関空という、まあ、橋本知事の発言がですね、耳に入っているということなんですけれども、これについてちょっとお聞かせいただけますか。いや、もうそれは安保政策に関わることなので、本州の中がいいのか、国外がいいのか、こういうご判断はこれはもう鳩山首相をはじめね、政府の皆さんがされることなので、僕は国内にすべきだっていう、そういう話をする権限も責任もないと思ってるんですね。ですから政府から要請があれば、国内できちんと受け入れ検討をする用意があるってことを表明すべきってことで、ここをやっぱりメディアの皆さんにちょっと誤解されて非常に困るのが、僕が国内に絶対に移すべきだというと、これはもう重大な、なんていうんですかね、越権行為といいますかね、だからどこにするかも政府の判断ですけれども、地方に要請があればそれは関空であろうが何であろうが、きちんとこれは地方は責任を持って政府と議論をする、それが国と地方の協議の場、その法制化というものを僕はずっと主張してきましたけどね、国と地方の協議の場が今知事会も市町村長会も自分たちの金くれとか権限くれってそういう協議の場になってますが、僕はその協議の場を使って政府がね、地方にこれ考えろと、それを言う場が
この土地の協議かなと思ってます。ただ大前提としてそれはどこにするとか日米安保のことをどうするかっていうのはこれはもう政府の専権事項ですから僕が言うことではありません。あくまでも要請が来ればきちんとこれは議論するということを知事会として表明すべきだということは強く訴えかけています。もう一点以前ですね、大阪まで知事の話を伺いに行ったときにです、ね、知事は上京してですね、はい、小沢幹事長に恥の法案について、ね、陳情するということをおっしゃってて、はい、でその時にまず 最優先されるべきは沖縄であり沖縄の振興策と絡めて、はい、その話をしたいとおっしゃってたと思いますが、その点今回小沢さんに当該するというのはまさにその陳情に当たるんでしょうか。あ、いえ、沖縄にカジノ特区を作るべきだというのは民主党さんに働きかける働きかけますというふうに僕はあの時はお答えしてないと思うんですね。僕の見解としてカジノ特区やるにしてもまずは沖縄が最優先でしょというふうに言ったまででそれを安保政策等に絡んでくる話なのでそこまで僕が言うことではないなと思ってます。あくまでも大阪のちっぽけな、まあ、ちっぽけなんですよ、大阪府民の皆さん申し訳ないですけど小沢幹事長からすれば一ローカルの話で大阪の話をして小沢幹事長にはいろいろお願いはしに来ますけども、そこに沖縄の話とかそういうことを持ち出すのはまた一点行為だと思います。今日は中山知事も上京されてましたけれども、会談とかはされていらっしゃるんでしょうか。時間はそういうのは調整はしてません、はい、聞いてません、はい、だから僕は政府に働きかけるというのはこれはもうとてもじゃないですけどそんな権限も責任もありませんし、ですから政府に働きかけるんじゃなくて知事会の中で、ね、自治体の長同士の中でそういう用意があるということは責任を持って表明しましょうということは知事会の中でだけ言います。3党合意でですね、3党で協議をするという形で、この普天間問題ですね事実上先延ばしというようなことになったわけですけれども、はい、これについて、まあ、宣言事項ということでおっしゃっておりますけれども知事の立場から見てどんなふうに感じになっていますか。これももう政府の決められることですからね、僕はそこまで安保政策やそういうところまで勉強ですしそこまで意見を言えるような立場ではないですけど、でも繰り返しになりますけれども政府からの要請があればこれは自治体の長として、しっかり住民に責任説明責任を果たしていく、住民の調整を図っていくというのは自治体の長の責任ですから、政府から要請があればこれは知事会としてですね協議に応じるということは、これをね言わなかったら知事会なんて解散してもいいし国と地方の協議の法制化なんていらないんじゃないですか。こっちから要求ばっかりして向こうから要請があったときは拒むなんていうのはそれはありえないです。だからそこを戦略会議で言いますけれども、まあ、先言っておきますけどもおそらく却下されますんで、はい、はい、おそらく、はいはい、すいません、ちょっとこれで終わらせていただきます。はい、はい、何もないので